公営兵は、中華、学生が主体であるが、講義には、工場労働者を含めた、大衆運動と同じ意味で使われることもある。公営兵の動きは、1966年の北京の赤い8月の最中とその後に最高潮に達した。天安門広場に集まる公営兵、公営兵は、1966年から1968年に、 かけて、実験派だ党にも威を振るい、文化大革命期間中に出た死亡者、行方不明者の一部の虐殺に加担したとも言われている。また、当時は中華人民共和国の成立に貢献した政治家や知識人も弾圧を受けた。その一人である法徳会も逮捕されて、拷問を受け、それが原因で死亡している。毛沢東にとって、 権力闘争に利用する価値を失った後衛兵は、火砲と中国人民解放軍の弾圧によって最終的に消滅した。1950年代の人民公社政策や大躍進運動の失敗によって実権を失っていた毛沢東は1965年から実権派に対する脱権を目指し文化大革命を計画。 1966年5月29日、聖火大学附属中学の学生たちがこの動きを支持するために秘密裏に、公営兵を組織したのが始まりである。公営兵という名称は、当時聖火大学附属中学学生だった、海賊出身の長少子の発案だと本人が述べている。同年6月には、北京地質学院附属中学、北京石油学院附属中学、 北京大学附属中学、北京工業学院附属中学、北京第25中学の学生が、後衛兵、後期、東風などの秘密結社を相次いで設立した。くれない五類であり、後衛兵団体の加入認証を得た者が、後衛兵となる。対して、地主、符号、反動分子、悪質分子、右派分子、及びその子女は黒五類とされ。 出身のみの理由で、吊るし上げの対象となった。親が黒も類であることを告発、球団して、出身にもかかわらず、後衛兵となった例もあるとされるが、稀である。北京の後衛兵は、猛主赤語録を掲げて、派四球を叫んで街頭へ繰り出し、劉少奇や当小兵に代表される、実権派、反革命分子を攻撃した。人民服ではなく、 ジーンズを履いた若者を西洋的であるとして取り囲んで服を切り刻んだり、貴重な文化財を片っ端から破壊し、果ては多くの人々に暴行を加え死傷させた。同年8月1日、中国共産党中央委員会主席、毛沢東は聖火大学附属中学、公衛兵に書簡を送り、造反有利として指示を表明した。後にこの言葉に、 革命無罪が付随した。8月12日、中国共産党中央委員会全体会議が発表したプロレタリア文化大革命に関する決定でも革命的青少年が大技法大弁論の形式で資本主義の道を歩む実権派を攻撃することを擁護し、公衛兵運動は党に公認された。毛沢東は8月18日から11月26日に かけて全国から上京してきた公営兵のべ1000万人と北京の天安門広場で会見し、公営兵運動は全国に拡大する。しかし、公営兵運動は派閥に分裂し、大規模な武力闘争を繰り返すようになり、毛沢東にも統制できなくなった。各派閥が自分たちの方がより革命的であることを証明するために、他のグループよりさらに 最終的には、毛沢東の父が不能だったことを批判する、壁新聞まで出現し、もはや毛沢東すら、公衛兵をコントロールできないことが明らかになってしまった。舞踏の結果、大量の死者が発生してもいた。公衛兵は中南海、四金城。 各開発関連の軍事施設への侵入を試み、毛沢東の護衛を担当する8341部隊はこれを撃退していた。1967年2月までには中国、共産党政府は人民解放軍を投入して、護衛兵を排除することを決定し、同年9月5日に、中央軍事委員会主席の毛沢東は中国に秩序を回復させることを人民解放軍に命じ、 人民解放軍と公衛兵の武力衝突が起き、厚生治安族自治区では人民解放軍が公衛兵を大量に処刑した。九百六十八年から九百六十九年にかけては、強心的な公衛兵残党の追放を格索した毛沢東によって、知識青年上野山下郷運動が展開され、農村支援の名目のもとに約千六百万の学生が、 農村や辺境に借り出され、多くの学生は過酷な環境に適応できなかったために亡くなった。文革集結後の1978年8月19日、中共中央は共産主義青年団第10回大会準備委員会公営兵問題についての指示を行う報告を承認各地で再建され始めた共産主義青年団との組織重複も目立った。 公営兵組織の取り消しを全国に伝達した。ありがとうございます。